全国のコルラリファンの人にこれはずるいですと言われる車両になってきました。コルトラリー4ビポストぐらいな感じにしておきますか。ブーストコントロールがコルトラリーだと難しいって言われてて、なんやかんや HKS が一番使いやすかった。車の話坂戸店のコーナーでーすよ。はい、というわけですね、毎回毎回一人でやってるんですけれども、まあ、今回はディレクターたっての希望というところもありまして、僕のコルトラリーアート最近どこら辺までやってるんですかと言われているので、まあ、普段公開しない僕 のチューニングメニューという裏メニューですけども、実験車両的なところもあるので、いろいろやってみてダメだったところは戻して、良かったところは、まあ、お客さんに勧めてみたいなことをやっている車両でございます。はい、というわけでこちら、僕が5年ぐらい前にですね、ヤフーオークションで19万7000円で落としてきたコルトラリーアート Z27AG ですけども、まあそれからまあだいぶいじりまして、まあ距離は25万キロなんですが、実際まあ全国のコルラリファンの人に、まあビッグミートとかで横に乗ってもらったりとか、まあ運転してもらったりすると、これはずるいですと言われる車両になってきました。まあ何がどうずるいかというと、意外と速いんですね、これパッと見。パワーとか馬力とかはもちろん、そのなんて言うんでしょう、タービン変えてますとか、まあそういういろいろエンジンの中をチューニングすればもちろん速くなるんで、パワー最大馬力はそんなないですけど、こちらトルクとか、まあそういった実用領域をかなり底上げして、実際ラリー群馬県戦とかでも、まあ実際戦ってオーバーオール の全、まあ、4輪駆動ターボとか含めた中でも、まあ、ぶっちぎりで速いタイム出したりしてる車なので、まあ、ポテンシャルは、まあ、かなり高いところにいるのかなというふうに思います。はい、ではこちらのコンセプトですが、まあ、コルト、まあ、ラリー4がありますから、何がいいですかね、コルトラリーアートラリー4みたいな、ちょっとラリーが多すぎますねコルトラリー4ビポストぐらいな感じにしておきますか。ビポストってまあ2人乗りとか、まあ、そういうちょっとすげえ尖った車につけるんですけど、アバルトとかでビポストってあるぐらいなんで、まあ、コルトラリー4ビポストと名付けましょう。まあターマックも行けて、まあ砂利道グラベルも行けるように、今ちょうどグラベル仕様になってますけど、まあこんな感じで、ラリータイヤ履いてます。舗装とかチューニングとかやってるとなかなかこういうタイヤとか履いてるあれはないですけど、まあ実際こう履いてみるとね、かっこいいですよね。もともとこういうカウルが SUV っぽいんで、まあグラベル仕様になってもかっこいいなっていうような感じの車になっております。説明すると長いんですよ、めっちゃ説明すると長いんですけど、ランプポットもどきがついていたりだとかで、マヨキインタークーラーに変えてます。もともと純正もマヨキインタークーラーで、コルトラリアートの場合はここにあるんですよ。なんですけど、このイギリスのエアテックっていうところからもマヨキインタークーラー出てて、これがなんと少し加工、まあ加工すればつくっていう感じですかね。でこれ自体はですね、意外とこの限定色なんですね。全然気づかなかったんですけど、コルトラリーアートユーザーからするとこの色と青色は限定色であって、結構レアな車なんで大事に乗ってくださいと言われてはいるんですが、まあ結構もうすでに、走りに走り込んでボロボロな状況ではあります。でまあこのホイールなんかもそうなんですけど、実はこれ特注で作ってもらったやつで、前から見ると分かるんですけど、結構つらい位置でかっこよく作ってるんですよ。だからこれ一応車検も通れますし、本当にこうつらがギリギリで作ってもらってるので、遠くから見ても見栄えのいいインセット20のホイールでワークで作ってもらってます。なんかコンセプトはやっぱラリーなんで、どれだけラリー車に近づけられるかっていうのがポイントであります。でこちらがですね、コクピットになります。今まで自分が使ってたラリーの部品で、まあもう使わないよねみたいな、こういうツルツルになってしまったステアリングとか、そういったものはまあ練習では使えるから、まあ練習で使おうねというところで、まあそういったパーツを、まあこういうシートとかもそうですけど、まあ実際にもう本番では使えないけど練習では使えるねっていったものを装着してやっています。まあ一番こだわってるのは、どちらかっていうと、まあ結構このブーストコントロールがコルトラリーアート難しいって言われてて、 EVC7 っていうブーストコントロールなんですけど、 HKS の一番新しいやつで、
だからこれが結構ね使いやすいというか、設定してあげるとものすごくブーストが安定して早く立ち上がってくれるんで、なんやかんや H ケースが一番使いやすかったっていう、まあ、実際使って買ってやってるんで、別に全然忖度とか何もないです。単純に自分のお金で買ってやってるんで忖度なしで普通に H ケースが一番使いやすかったっていう感じですかね。でまあロールバーは普通にキャロッセでボルトオンで取り付けられるロールバーを買って取り付けています。で、まあ、後ろはドン柄ですけど、じゃん。結構ね荷物も乗るんですよ。テントも積めるし、タイヤも4本積めるし、スペアパーツも積めるしっていうので、結構実用性もあって、コルト自体はものすごくなんて言うんでしょうね、使い勝手のいい練習車かなっていう。あとこだわりポイントとすると、まあ後ろにあそこの黒いボックスがあるんですけど、あそこバッテリーなんですよ。バッテリー接してあって、なるべく重量バランスを中心に持ってこようと思って、であそこに設置してあります。車重もここまでやるとだいたいどれぐらいでしょう、1020キロとかそのぐらいなので、運動性能がやっぱり軽くすればするほど機敏に動くようになるので、だそこはね結構あれです、いいですね。ショッカーブソーバーは今まあちょっと隙間から見えたりしますけど、キャロッセでちょっとワンオフみたいな形で作ってもらったショックで、だいたいこのぐらいのものこのぐらいの仕様のものを作ってもらいたい、作ってほしいって言ってたショックを入れてるんですけど、ストロークがグラベルダンパーと同じぐらいのストロークを持っていて、ターマックでも砂利道でも両方使えるようなショックになってます。あとは何でしょうね、ラリーなんで、まあ、こういったちょっとお手製感漂いますけど、ナビランプもついてますし、まあ、夜でもこうやってナビが読めるようにそういったものをつけてます。じゃあエンジンルーム見てみましょうか。脇道にそれるんですけど、これなんかもともとバンパーこれ2台目なんですよ。1台目はもう結構ボロボロだったんで変えたんですけど、本当はこれが2つついてて、これ1個ないじゃないですか。これなんでないかっていうと、多分近所のおっちゃんに剥がされましたいや俺多分風で落ちちゃったんかなと思って、こう下とか剥がそうとしたんですけど、これめちゃくちゃぴったりついてて剥がれないんですよ。で俺のこれつけた時、そんなにもう言うてゆっくり5キロぐらいしか走ってないんで、その取れるわけはないんですよね。でなんならそのかっけえなとかって言って前日に写真撮った時にはついてたんですよ。で朝起きてこれ取り行ったら両方だけなくなってるんですよね、これ多分近所のおちゃんかおばあちゃんかに、ね、剥がされましたね、こうプチっていやそんな感じの面白いエピソードもありました。これ取り付けて初日2日目でこのカウルっぽいヒゲを剥がされましたね、はい、エンジンルーム内になります。まあちょっといろいろ例えばですけど、まあこういうブレーキシリンダーストッパーみたいな、これつけるだけでブレーキのタッチの剛性が上がったりとか、まあ競技やる人とかはまあ割とリジットなフィーリングが好きだったりするんで、まあ僕もそうなんですけど、あまりブレーキ踏んだ時にふわふわしないようにこういったものをつけています。すでに買った時からついてたんですけど、このワイヤールアドバンスさんのエアダクションボックスがここについておりまして、まあそういった形でまあ吸気もしっかりできるような感じの車になっておりますと。あとこれかな、あと唯一言ってないのは、これ実はダミーダクトをヤフオクとかアリババで売ってるんですよ。それを削って、でホームセンターで網を買ってきて、それを固定してつけてるんで、これもワンオフで作りました。ちょっとラリーっぽいイメージにしたいなと思ったんで、エンジンルーム内の熱を抜くために、まあこういった感じでやっています。まあ、こういった形で、今仕様を話しましたけど、まあ ECU とまあインタークーラー、あとはショックアブソーバーですかね、一番やっぱりこの3点と、 あともう一つ忘れてました、機械式レフ。コルトは特にパワーがチューニングしてくると出てくるので、機械式デフが入ってないと全部のパワーをちゃんと路面に伝えられないんですよ。バランスよく車を作っていきたい人は、まあ、機械式デフを入れたりとか、まあ、そうするとコントロール性も上がって車を操作する楽しみを感じることができるので、ぜひパワーアップしたら、まあ、機械式デフも考えてみたりとかでもいいかもしれないですね。じゃあせっかくなんで行ってみますか、思想。はい、じゃあ行ってみましょう。改造車買取専門店、改造車買取本舗、
高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。さあ行ってみたいというふうに思います。さあ行きましょう。まあ、結構特徴としては一番のチューニングポイントはエアコンがめっちゃ効くところですいやまあエアコンは普通でノーマルつけてます。エアコン取っちゃってもよかったんですけど、まあ結局コルトラリアートって燃費も良かったりするので、たまにこう遠出するときとか実はコルトラリアートで荷物積んで移動したりとか、キャンプ行くときとか荷物を積むキャンピングカーとしても使ったりもしています。でパワーもすごいあるんですよ。車重が1000キロ弱で200馬力以上あるので、乗ってる感じはものすごく楽しいですね、はい、あとは何でしょうね。燃費はね、遠出するときはだいたい18とかそのぐらいで走れますかね。アクセル踏むと速いんですよ。こんな感じで、まあ今ブーストオフでこの加速なんで、ブースト入れるともっと立ち上がりが速くなります。まあこのサスペンション自体は本当にグラベルとターマック両方いけるので、あまりにもグリップの高かったりとかするタイヤ履くとまあ柔らかいかなって感じるんですけど、まあラリーの規定上横幅190って決まっちゃってるので、そのレギュレーション上を満たすタイヤであれば全くバランスが良くてですね、すごい走りやすい車になっております。はい、というわけで今乗ってきましたけども、まあこういった感じのベースでコルト、まあ ECU はじめ、まあライトチューニングからハードチューニングまで、まあなるべくコルトに関しては今自分の方でECU の解析もやっているので、まあうまくいけば、まあバブリングであったりだとか、まあローンチコントロールはもうできるようになったんですけど、まあそういったことができるようになっていくと思うので、まあ気になる方がいればぜひアヘッドモーターサービスに来てもらって、まあどういうふうに車いじってるのか、まあ運が良ければこの車もあると思うので試走してもらってもいいですし、まあぜひ参考にしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。